さて、次は昨年放送され大人気となりましたドラマからお届けいたします。先日行われました第12旅団定期演奏会のロビーコンサートにおいて星野源さんの恋を演奏しましたところ、大変好評をいただきましたので、今回プログラムに入れさせていただきました。第12音楽隊の隊員の中のメンバーで構成されておりますTIN というグループの演奏でお送りします。ドラマ逃げるは恥だが役に立つで話題となりました星野源さんの恋。色巻き風
12音楽隊の星野源こと朝倉康則伊藤律夫です。